ランゲンシュタインウンとゴンデルスハイム家は、ドイツの諸公家門バーデン家の帰遷婚で生まれた、秘密文相応の文家の一つである。バーデン大公ルートビヒ一世とカタリーナ・ベルナーの間の婚外子が、1827年貴族に、女性られたことで創設された。その男系血統は、第一世代で途絶えたが、血筋と資産は女系を通じて、ダグラス氏族のスウェーデン文家に引き継がれた。 現在も続く、この家系を、ケイフジョ上ダグラス・ランゲン・シュタイン家と称している。シュバルツバルト北部、ムルク川沿いのバイゼンバッハ出身のカタリーナ・ベルナーは、バーデン大公国軍に仕える五長の娘で、カールスルーへの大公立宮廷劇場で女優、ダンサーとして舞台に立っていた。1816年頃、わずか16歳で50歳代の大公と知り合った。すぐに、 大公の目掛けとなり、ベルナージョーと呼ばれるようになった。二人の間にはすぐにルイーゼという娘が生まれたが、三歳半で亡くなる。長女の出産時、カタリーナは18歳にもなっていなかった。カタリーナは1820年、1825年に、さらに二人の子を産んだ。男児ルートビヒと女児ルイーゼカタリーナである。子供たちは、 婚外子で身分不相応な関係で生まれたため、当然対抗家の相続権を持たなかったが、父対抗は、すべての子供たちを認知した。ベルナー母子は1827年、世襲貴族、ランゲンシュタインウとゴンデルスハイム伯爵に除された。身分の低い目掛けと婚外子への貴族助人は、通常婚姻を前提としているため、ルートビヒ一世とカタリーナは、 身分違いの秘密結婚をしていた可能性がある。なお、カタリーナの妹ゲルトルート・ベルナーは、ルート・ビヒ対抗の計らいで、対抗家の新任厚い外交官、軍人ヨハン・ハインリヒラー・フィトフォン・ヘネン・ホーァーの妻となった。ランゲンシュタイン・ゴンデルスハイム伯爵家の紋章、エルンスト・ハインリヒク・ネーシケ・コアン。1827年4月9日。 バーデン大公国の世襲の伯爵家として創設され、同時に独自の紋章も授けられた。大公ルートビヒ一世は、幾年もかけて、複数の大規模書量を個人財産として購入しており、これらの書量群は1827年6月28日付で、ランゲンシュタイン伯爵家世襲財産として統合され、バーデン大公国内での盗賊領主権を認められた。加算は、 平ウ内方のボイレン、フォルカーツハウゼン及びミュンヒホーフ、リンツガウ地方のアーデルスロイテ、デップフェンハルト、ウルナウからなる、ランゲンシュタイン上荘園が中心であり、その他に、暗い日がう丘陵のゴンデルスハイム上荘園、ドナウ上流域のシュテッテン荘園、カールスルーへの庭園付き邸宅で構成された。後に、ランゲンシュタイン上荘園には、ボーンドルフ、グーテンシュタイン、 実金源の三辞書が加わった。白爵家は、ランゲンシュタイン城とゴンデルスハイム城の二つを、居所として与えられ、二つの城は、白爵家の加盟の由来ともなった。かつて中世には、同じランゲンシュタインを加盟とする、貴族家門が存在し、こちらは、ライヒエナウ修道院の家人を起源としたが、14世紀、初頭に家計が絶えていたため、 加盟の重複は問題にならなかった。伯爵家の盗賊領主権は、段形調子相続性に基づく、原子相続によって引き継がれると定められ、当時の国議会が等しく盗賊領主に認めていた通り、盗賊領主権には、バーデン盗賊議会第一員の世襲議席が付帯した。伯爵の母カタリーナは、個人資産として、実金源、メイクレベルク、 ミュールハウゼンの辞書を所有していた。妹のルイーゼもハイルスベルク、ゴッドマディンゲン、エブリンゲンの所有をもだった。1830年大公ルートビヒ一世が死去すると、ランゲンシュタイン伯爵家は300万グルデンと、見積もられた大公の個人財産の大部分を相続した。一族の本拠、ランゲンシュタイン城の冬景色。カタリーナが1850年に死ぬと、 その遺産は二人の子供に分配された。1872年には、白爵ルートビヒが死去。彼は、生涯独身を通したため子孫がなく、ランゲンシュタイン家の男系が途絶えたので、妹ルイーゼが白爵家の全財産の相続者となった。ルイーゼは1848年スウェーデン人貴族のカール・イスラエル・ビルヘルム・ダグラス白爵に嫁いだ。ダグラスの家族は、 スコットランドのダグラス氏族に起源を持ち、17世紀スウェーデン陸軍の元帥ロバート・ダグラスを直接の先祖としていた。伯爵夫妻の子供たちの幾人家は、スウェーデンやドイツで数ような政治的地位を占めた。ルイーゼの着村ロベルト・ダグラスは、1906年正式に、ランゲンシュタイン女をスマイと定め、バーデン大公国におけるダグラス・ランゲンシュタイン、伯爵家を創設した。 彼の家族はまた、2010年まで、ゴンデルスハイム女王も所有し続けていた。ルイーゼとその子孫は貴重な古書を収集しており、その2118巻ほどからなる、蔵書コレクションは、ダグラス文庫と呼ばれた。蔵書はもともと、ボーデンコハンアルマンスドルフのヒンターハウゼン城、通称ビラダグラスに収蔵されていたが、1970年代末から1980年代初めに、 かけて、フライブルクイム・ブライスが郊外のエブネート城に移されている。ダグラス・ランゲンシュタイン家の著名な生員は次の通り。ルイーゼの子である、第1世代では、ドイツ帝国議会議員を務めた、長男ビルヘルム・ダグラス、スウェーデンの外務大臣、宮内長官を歴任した次男ルードビグ・ダグラス。第2世代では、ルードビグの次男アーキボルド・ダグラスが、 スウェーデン陸軍参謀総長を務めている。第四世代では、実業家のグスタフ・ダグラスは、スウェーデンの長座番付で、第12位の富豪である。その義理の10枚にあたるバルブルガ・ハップスブルク・ダグラスは、オットー・フォン・ハップスブルクの娘であり、スウェーデン国会議員、国際反ヨーロッパ連合副会長の職を、経験した、政治家である。ダグラス・ランゲンシュタイン家の家督は、ルードビグの、 長男ドベルト・ダグラス、その長男ビル・ヘルム・ダグラス、その長男アクセル・ダグラスと受け継がれてきた。なお、アクセルのいとこの一人、パトリック・ダグラスは、養子縁組を通じて、男爵ライシャフ派家の課長となっている。ルートビヒ・ホンラン・ゲンシュタイン伯尺、1834年。当時は、バーデン対抗家の専属宮廷画家だったフランツ、クサーバー・ウィンター・ハルターによる。 以下の系譜は、特にバーデンに今日移した系統を中心に記載している。ダグラス家では、エンソ・ロバート・ダグラスの1654年の、呪尺以降、子孫全員が伯爵を称する権利を有する。ルートビヒ一世、バーテンタ以降、カタリーナ・ベーナー、フォン、ランゲンシュタイン・ウント・ゴンデルスハイム・オンナ・伯爵、ルイーゼ・ベーナー、 ルートビヒビルヘルム・アウグスト・フォンランゲンシュタイン・ウント、ゴンデルスハイム・伯爵、ルイーゼ・カタリーナ・フォンランゲンシュタイン・ウント・ゴンデルスハイム、女・伯爵カール・イスラエル,ビル,ルラ・ビルヘルムル・ダグラス・伯爵ビルヘルム・ルードビング、カール・オーレッツ・ケ・ウェイス・ルードヒク・ビルヘルム・アウグスト、アンナ・エア・ロバード・アンナ・ロビーサ、ドロテア、テオドール・アドルス・ワード、シソン・アリ、カール・ロベルト、 厳密な意味でのランゲンシュタイン系統の子祖、バーデン州土地経営者協会会長1、1ソフィ、フォンファインブラオ、2ホーエンツォレルンコーオンナ、アウグステビクトリアルートビヒビルヘルムカールウルスラフォン、エルライヒスハウゼンマドレーヌ1クリストフフォンマレーゼ、2ジョンデナム、3サ,サーレーモンドホッフェンバーグ、子孫アリグニラピーターヘンリーアーサースタンディー、子孫、アリアクセル1ザインヒトゲンシュタインホーエンシュタイン、 コーンナヨハンナ、ニカレン、マーガレット・フォン・クールマン、サン・ジョアン・ナイルンスト、シソン・アリ・フーベルトス、コーン・フェリー・シャジョー・ムトリシマリー役・テレジア・フォン・オッペン、シソン・アリ、ルート・ビヒ・フリードリー・ヒ・モートン・イチアン、マリエ・シュティリン・ニエディット・ストレール、パトリック・モートン・ロベルト・フリードリー・ヒ、養子縁組により、来社派男爵の性を加える、イアレクサンドラ・マーグレット、ヘレーネ・ア・ニータ・フォン・ベアリー・キンガン、ニヘルガ・オンブロス、 子孫ありカタリーナロビーサイチラッセルレイランドにアラン・ポール・チャールズ・レメナストレル・ベアトリ、ツェルドルフ・グラフ・フォン・ブリカンスティン、子孫ありクリストフ・アルヒ・バルトルート・ビヒ・フリードリヒ、美術賞、バーギット・エトカー、子孫ありロベルト、イエルストルプ・プ系統の子孫、ミアリキ・タピオ・ーバラ、子孫ありマリー・ルイ・ツイチ・デニス・フォンビ・ビブルシュタイン、クレイジキ・フォン・セチーン、にジグムン・ト・ミハオフスキ、 シソンアリビルヘルムアーキボルド、スティールノルプ系統の子孫、アストリーヘンション、シソンアリカールルードビグオットーラハースハイエ、グスタフアーキボルドシグバルドエリーサベトフォンエッセン、エリーサベト、クリスティーナ・マックス・エマヌエル、バイエルン・コーダウマー、ロシート・アストリト・リベルタス・ジョン・スペンサー・チャーチル、第11代マール・ワラ・コー、フィリップ・エスタ・アーキボルド、マ〇〇エテロ・ガフェルト・ルイース・アーキボルド、 バルブルガハプスブルクロートリンゲンリカルドヘドビグ、インニエボリマデレーネシャルルルイフューシェ。第6代、オトラントコー、子孫ありカールショルトーマリアフォンシュリクティング、子孫ありエレンマリアウクスタ、マーチンモンソンオスカービルヘルム、コルファル系統の子孫、ダグマールスカルステッド、子孫あり、マウタレーナソフィーヘンリエテ、ハンスクライハルフォンメイアン、ホーエンバーグカテリーネ、カロリーネルイス。 ハインリヒ・フライハル・ゲリング・ホン・アルト・ハイム、シソン・アリ・マリア、カール・オーガスト、フィリップ・グラフ・ホン・デア・ゴールツ・フリード・リヒ・アーキ・ボルド、カート・クレーマー、キャスパー・ハウザー、エイン・カーザ・トラウム・ウント・ケーニ・エンデ、2008、S1912 バーデン・ウント・ブール・チンベルク・イム、ザイトルタナポリアンズ、オステルン・デ・ランダス・バーデン、ブール・チンベルク、バンド2、1987、S46、 アーカイブフュアシピンホーシュンウントアレバーバンテンゲビエテ、バンド54、アウスガーブン109から112、1988?S542 エルンストハインリヒクネシキ、ドイチェグラフェネーハウスサーデアゲーガンバルト、インヘラルディスチャー、ヒストラッシャー、ウントジーニアロジスチャービッチヤング、AZ、ワーゲル、1854?S216、217ハットエルンストハインリヒ。 クネシキ、ノイエス、アルゲマインズドイチエスアドルズ、レキシコン、インベラインミットメイリレンヒストラカーン、バンド2、エフボイト、1860、S560、カレンクロス、ハンブーフデアヒストリションブーフベスタンドインドイッチュランド、バーデン、ブールチンベルクウントツアールラント a 1ゲオルクオルムズバーラグ、1994、S183 スードクーリエ、 アデルトリフトズイヒツアベーセツン、ホンパトリックグラフダグラスフライハルフォンリエスチョック、15ディゼンバー2010ジーニアロジスチズハンブーフデアドルズバンド94スターク1989シーヘアイントリックダグラスゾビジェネエ l L.net ナショコーマンホングロスセハーツサグルートビヒホンバーデンハットリザゼッツズントートフォンクリストフグラフダグラス ウェルトカンストオンライン12セプテンバー2016ありがとうございます。